始まりました、プリトチャンネル。ハローアゴキング、サスケ。今日はこちらを食べます、クリスピークリームドーナツ。柔らかくて美味しい、大人気。開けますよ、パックイン。うわー、有名の箱。いただきます。いやいや、ちょっと待って、違うんですよ。え、今日はこの12個あるドーナツを一人で食べきれるのかという。食べれるかな、こんなにいっぱい。どれから食べよう。あたす、いる意味ないやん。見届けに不正が発生しないように。いや、どうでもいいです。ズルしようがしまいが勝手にやってください。もしかしてほら、はぁ、もう食べれない、一個ごまかそうってやるかもしれないから。いいよ全然それで。そういうのはほら、見てる人が良くないから。それはあなたの根性だけどうにもなりますから。ということで、私が食べますので。食べきれるかな。いけるでしょ、12個。あー、食べてー。小都合ですわ。でも私最近体調が悪いのでね、しょうがないです。私はもう万全です。じゃあいただきましょうか。お願いします。じゃあいただきまーす。これ一人で食べるって結構な量だよね。いや、よいしょ。普通のやつはさ、これ4つあるから。これチンするとうまいんだよ。あ、そうなの。そう、なんかちょっとこうやって寄せたの腹立ったの今。こぼすの嫌だから。うまそう。うまそれうめえだろ。うまくねえわけねえよ。言われたよね、これって。だからもっと早く食べてくんないかな。味合わせて。嫌だよ。食べたい、食べたいよ。これ美味しそうじゃない。これ何入ってんだろうね、中に。ヨーグルトみたいに入ってる。しかもフルーティーな。フルーティー。あー、クリーム。うんうん。じゃあ花いごかな。あ、いいね。その中に何か入ってる系？なんだろうね。あ、これちょっと生地が、もうパイみたいな感じ。うん。入ってない系？入ってない系。上に乗ってるのは何それ？イチゴ？イチゴじゃない。うん。イチゴかも。すぐ食べ終わりますさかい。うん。これ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 、どっぷりついてるな、砂糖。砂糖がすごいこれ。ね。カラフルだね、これ。こういう浮き輪で泳ぎたいわ。でも唯一の多分チョコだから。チョコ大好き。あんま、すげえ乗ってるもん、チョコ。え、もう飽きてきた。13個目から飽きるから。すごい範囲チョコついてるから。だって美味しいんだもん。クラーズ。危ない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 。うん、どっしりとしたやつ。オールドファッションみたいな。多いよね。ナッツだ。やばい、スープ持ってかれる。あ、なんで？あー、水目。あー、水目。なに？言わせないで。最後の1個これとかきついかも。いいなー、そういう悩み。これで5個終わりました。これすごい食べやすい。そりゃそうだよ、それ一番人気だから。やっぱり、あ、止まった、手止まった、手止まってました。いやいやいや、こいつが挟まんのよ、水分持ってくから。じゃあ、交代。なななな、一回封じます。開けばいいです。うわぁ、もう生つばごっくんエブリデイよ。半分終わったよ。それも俺の分まで食べてることになるからね、半分いってるってことは。俺の分って何？俺の分だよ。俺の分、俺の分だ。これシーズン限定だよ、トロピカルハイビスカスっていう。で、これも限定、リリコイクリームだって。このオールドファッションマカデミアナッツも限定。これ全体がもうシーズン限定のおすすめダズン。ダズンダズンだぞ。ダメよこれは。雨の日ってやっぱドーナツだよ。雨の日はドーナツを食べて家でまったりしながらさ、あーでもない、こうでもない、語り合っちゃうみたいな。でもそこにはやっぱりね、団らんっていうのが必要な。だからこうちゃんと一人で食べるんじゃなくて、こう分け与えるっていうのがこう。なー、壁壁壁。あ、壁だ。クワホソ、これ怖い。これやばい。ギブアップですか。じゃあ口の中に水分すごい。ドーナツ食べてるから水分取られるっていう幸せなことなの。だからなんか水すら飲みたくないわ今。もう潤っちゃってるから、ね、よだれだけ。水分持ってこな。砂漠ぐらい持ってかれるでしょ。行ったことねえだろ。でもオーストラリア行った時、砂漠的なとこなかった、うん、ない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 。もうそこら中にワニ。カンガルーのイメージあるけど、うん、え、ワニはそこら辺にいるの。いるいるいる。空港降りたらワニ、ワニがもうやってんのよ空港で。これすごい国だったよ。何が一番すごかった。ワニ。マジでそこら辺にいんの。
いるわけないだろ。深夜の動物園ってとこ行ってナイトサファリ、そうで普通にワニがうじゃうじゃいて肉あげたりとかするんだけど、でそこにはカンガルーとかも放し飼いになってるとこエリアがカンガルーに餌あげたりで、最後あの観光客みんなでこうダンス踊るお弁当食べながらダンス踊るみたいな。え、でっかいワニだった。やっぱオーストラリアは気がいい。すごいもうこう逃げ遅れてるからね今の。だって別に同じフィールドにいないよ。あ、もうここ噛まれてる今。早く食べて。でもあと3つだよ。あー、うまいやつ2個残しやがった。ワニ最後の1個。完食ということで、完食しました。よいしょよいしょ。時間かかってます。12分。あ、結構早いね。ペロペロっといっちゃいましたね。よっしゃ。ということで皆さんも、はい、クリスピークリームドーナツ買ってみてはいかがでしょうか。 Twitter、Instagram もやってますのでフォローよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もぜひ。良い一日を。ワニクローズ。引っかかってる。引っかかって閉じない。